あ、大石手振って、あ、あ、どうも、大石、ウインクして、ウインクして、いいの？大石って言われてるんですか？大石ってここめちゃくちゃはしゃいでますね、大石は。ファンがいっぱいいますね。ウインクして、大好きだ。これはニコ動は今 YouTube のやつって、ファンないです。あ、じゃあ有料会員の方たちで大石大石、ああありがたいですねこれは。あ、あーちゃんウインクしてと。あ。あちゃんもちゃん、これってニコニコ動画は、ニコニコ動画のコメント、なんだっけ、うん、え、ちょっと名前じゃないですか、はい、お前何回やった、何回目やった覚えれない。あ、でもウィンクしてよ。え、できないんですよ、ウィンクできますか。やってたでしょ今。え、見てなかった。こっちのカメラ、こっちのカメラに。あ、はいはい。いや、こんな感じでしかできない。右目殴られた試合今日の企画をやりたいと思います。はい、元気よくタイトルの方ね。はい、はい、じゃあいきます。うん、青の茜の夢占いコーナー、よーしょー夢占い言えました。夢占いは僕途中まで読んだコルレオネさんからいきましょうか。はい、ママタルトの太った方だったらの続きからですね僕はショックで死んでしまったのではい、じゃあ読みましょう。夢占いをお願いしたいので最近見た夢を書きます。はい、レストランで食事をしていると、はい、店員さんが近づいてきて、はい、お誕生日おめでとうございます、うん、と言ってハッピーバースデートゥーユーを歌い始めました。はい、僕は違います、誕生日じゃありませんと言ったのに声が出ません。お、歌の輪はどんどん広がり、はい、最終的にお店にいるお客さん店員さんが全員歌い、はい、お店の奥を見ると、はい、マイケル・ジャクソンやダイアナ・ロスの顔も見え、曲も We Are The World に変わり、シンディ・ローパーが踊り出したところで目が覚めました。占ってください。これわかる？そん、見てないでしょ、絶対。いやいや、見てないでしょ。でも、どんな夢でも先生は答えることができると。あ、そうですね。できます。要は、その出来事の、はい、まあ、例えば今で言ったら、レストラン、はい、誕生日。声が出ない。あ、声が出ない、これ大事？はい、確かに。すごい大事です。シンディ・ローパー。今のがキーワードになりました。本当に声が出ないというのは。はい。先生、じゃあ、ズバッとね、お答え。ちょっと。先生先生、チラチラなんか見てたけど。あれあれ先生。何ですか？何でしょうか、何でしょうか夢占いのホームページで声が出ないで検索します先生、え、先生一応ちょっとあのシンディーローパーでも調べてよ、それシンディーローパー声に出すな夢占いでシンディーローパーもあんの、ちゃんと。いや、ちょっと待ってくださいああ、うん、だってシンディ・ローパーが出てきたんだから、なんかほ、ね、シンディ・ローパーが伝えたかったのかもしれないじゃん、それ これ、さこれ気をつけてねみたいなさ。そうですね、なちなみに、うん、ちょっとここ Wi-Fi の状況がよろしい